そういうことか。うん、よかった。レオが一番こぼしそう。ん？レオが一番こぼしそう。全然顔出してない。もうちょっとそれは一口で言ってほしいんですよ。ほら、ごまかした。どうしてそうなってるかわかる？ご飯食べないからくっつけちゃったのよ。なのにご飯を取る人。全然一口でいけるしょ。おいしい。なに？あ、鶏？うん、鶏汁はおかわりやっけ。でも明日の父の朝ごはん作るのめんどくさいから、できるは残したいけどうして予言者なのか知っている。理由は私はちょっと長い話になるから言えない。予言者っていうか予測して考えることができる。本当に当たって怖くて泣いたもん。怖すぎてね。なんで泣くの？だって怖すぎじゃん。なんで？ん？だって予測したことが当たるってさ。なんで？わかる。だいたいさ、ご飯食べた後に走り回ったらお腹痛くなるよとか、わかることじゃない？わかんないよ。それはだから経験してるから、自分が走ってお腹痛くなったから走るんじゃないよって言うし、朝早く起きたいんだったら夜早く寝ないと起きれないよって当たり前なこと言ってるだけだよ。知ってるから。それは怖いこと、悪いことしてたら悪いこととか、機嫌が悪かったら嫌なこと起きるよって言ったら本当に。そんなもんじゃない。本当にそれで会った人書いてね、コメントで、ね、そういうもんだよ。洗う角には服着たるでしょ。うん、その人も予言してるんだな。そういうもんなの。この角には気が来たと。何気がって。わかんない。これ半分に入れた方がいいよね、この。そうだね。終わったらいいことができるよ。うん。うん、ありがとう。だからね。ん？いい子にしてたら。いいことが起きるし、手やってるよ。それなんだと思う、うん、これなんだと思う。母ね、多分ね、ピーマン、うん、ピーマン味噌汁。母多分それ味噌汁に入れたことね、ないと思うよ。ナナもう未来で。ほうれん草だ。ちっちゃいやつだよ、緑の。では分かるか。
ヒント、いつもは捨ててた。大根の何か、大根の、あ、結構正解、よくわかったね。あ、さっき合ってんの見た、ね、あ、あ、そういえばなんか切ってたなと思ってさ、それ入れたのかなと思って答えたらそうだった。人参とごぼう、調べた？で、汁じゃないの？何だよその食べ方、うん、汁食べるでしょ、食べたんじゃないの、食べて。いや、汚いよ、あとはお椀持ってくればよかったでしょ、うん、ティッシュ、ティッシュ、お椀持ってきて、ティッシュ、うん、え、下まで行ってんの？見せる意味ないじゃん。お椀持ってくればいいしね。また髪にやらなきゃいけないけど、具が悪いのあった？具が悪いの？どこ具が悪いの？うん、痛いな。大丈夫？どっか痛いの？うん、じゃあ痛くないの治ったし。うん、痛くないで、食べてる時は咳も出ないし、多分鼻水喉に下がってるだけだよ。全然大丈夫じゃん、多分ね。あとレガラ、レガラ、お腹、お腹だっけ、うん、レはね、お腹しょっちゅう壊すからね。うん、それよくあることだから。だから、みんな治ってるので。レは鼻水だけ。大丈夫なんで。じゃあ、ももから、ももは、ほどわなくても大丈夫だと。ももも大丈夫だね。ももは何ですか？私は YouTube に。ももはただ眠かっただけでしょ？ももかけるやろかって。0歳の時からそういう咳してね、びっくりしたの。やばくない？親父みたいな。親父。うん。じゃあ0歳からこんな風に、うん、もう歩けるようにして。うん？0歳から歩けるってさ、0歳からは歩けてないんだよ。うん、ほとんどやったらいい。4ヶ月とかだっけ、3ヶ月、4ヶ月つかまれる中ならまだいい、うん、でも未来も0歳え？できる？1歳ちょっと前ぐらい、前の日とか。1歳前の日に、誕生日前の日とかね、よくご飯とかまだ残ってたの？いやいや、歩く、立つのはもっとさ11ヶ月とか、ちゃんとさ手離して歩く。私、しーちゃん、まあ、いっか。
いっぱい使え。まあ、いっか。なんかね、不安定なのがまだくな、なんかできたらもう少しでなくなりますよっていうやつだよ。で、何回もポン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 って、で、なくなったらもうなかった。よし。こうして、いかがし。ごはんお話聞いてた。何言ってた？最後なくなりそうになった時でしょ？あ、なんかバーバーバーって出てくる。あ、そのことじゃないかな？ブチュッブチュッブチュッ。なんかね、たまたまなんかおすすめで出てきた人で、なんか最近って今度昨日とか一昨日ぐらいからちょっと見てる、面白いなと思って見てる人がいて。どうしてもこの醤油使っててね、びっくりした、すっごい。うん。で、その人のコメントに、その醤油美味しいですよねとか書いてあったから、やっぱ美味しいと思ってる人たくさんいるんだろうなと思って。うん。じゃあ、思っている人？でも、あんまり売ってないからね、これね。どこでも売ってるわけじゃない。うん、なんか一口できるよ、それは。一口で、うん、もういいや、ちゃんと見て。他好きじゃ ないやつ。それ好きじゃないの？はい。なんで？レオが醤油じゃなくて味噌にしてって言うから味噌にしたんだけど、入っている。そうね、レオが好きって言ったからこんな具入れてるよ最近。だってお腹掃除してくれるもん、うん、いっぱい食べたらいっぱい掃除してくれて、うんうんうん、おかわりがしたいです。少し、ね、うん、父の分ね、うん、もう寝たい、寝たい。ああ、お届けされるやつだ。からにしてください。まだ入ってます。これめっちゃでっかいよ。これは一番でっかいかな。これかな？でっかいんだけど。まさく見えますか？ナナのは。多分見えない。ここにあるんですか？挟んで楽ですから、ここに。こんにゃく
くで遊ばないでください。こんにゃくなぜこんにゃくって。でも遊んでんじゃん。熱くないもん。冷やしてた。YouTube で何見てるっけ？ロンボンチューブスプーン？違うでしょ、エムズチャンネル。てかそれさ、最近思い出してさ、あ、今も YouTube やってるのかな、あれ見てみたいさ、2ヶ月前で止まってさ、2ヶ月前か、4ヶ月前ぐらいで止まってさ、でもコロナウイルス、味噌汁も最高だよ。一番最高じゃなかったさ、味噌汁ってあったっけ？やっぱり塩か醤油にしたかった。味噌じゃなくって。なんかこれナナはさ普通に食べたけど、もっちゃんにしたら大きいらしい。さっきの覚えてなってんだけど、大きいかな。レイヨちゃんにしたらちょっと大きいかもしれない。ナナの口大きいんだね。ナナ普通に食べてた。やばくない？うん、めっちゃ大きいんだ。でもね、ナナの分、モモの分、やばくてな。じゃあ半分ずつ食べて。おやおやなってるか。せっかく丸めたけど。これよりちっちゃくはちょっと、これ相当ちっちゃい。丸めたの？丸めてるでしょ。手で？ラップとか。大変そうだったね。うん、それなら分解することになってしまう。分解しながら食べるぞっていうね。ちょっと終えてなっちゃった。そんなに口小さかったっけ？あれ？焼きおにぎり食べるとき大きくなかった口。そういうときだけ。演技かな？あれ？何？あ、何？あ、気持ち悪い。え？ちっちゃくても覚えてなってんだけど。うん。マグロ嫌い？いつからマグロ嫌いになったの？食べたい人。じゃあこれチンしよう。そしたらツナになるよ。ツナ豪華じゃん、めっちゃツナのお刺し。ツナとか言ってなんでマグロ嫌いなの？だけど、あるよ。いつからマグロ嫌いになったの？好きでしょ？好きでしょ。マヤちゃんとお昼食べに行った時とかマグロ食べてるでしょ。あれ食べない、食べたい。ナナにあげる。でもないよ、他にヨーグルトしか。いいの？これは切ったやつは食べて、2個ナナにあげていいから。何モモちゃん、何が嫌い？チャンネルさん、面白いよね。M。 ナナ食べる？お寿司。これナナに渡して。
ってだんだんね、うん、トマト嫌いとか言い出すんじゃない。かわれちゃう。くせ。小指入れてるわ。こうよ。いいよ、ママはまだ。こうよ。骨の成長が追いついてないから。うん、できた。でもね、それとか本気でやると、こうこう持ってる。ももちゃん一番じゃない、もしかしたら。これももちゃん一番ってことかもしれない。中はももってところだね。これだったら、これだったら全然ダメ。これだったらへこんすぎる母と父がね、したくてもできないんです。もうね、お金がなくて、うん、いいだと思ってますよね。本当です、本当に、ね、うん、別に特に関わりないしね、何の問題も特に関わりもないし、何の問題もないですけど、まあそうですね、はい、父君がね、夜にお仕事をしているのですし、ね、大丈夫であるはず。多分離婚する必要もないよ。でも水を食べた。でも本気でね、父より母の方が先に死ぬ気がするんだけどね。なんで？そんな感じがするわ。父長生きしたいじゃん、多分ね。母は別に長生きしたかもしれない。うん、はい、いっぱいさ、あのさ、いっぱいやってるもんね、洗濯とか、うん、悔いはないって、うん、もし父80まで、80ぐらい多分普通に生きてたもんな。80まで父が生きたとして、母は67でしょ。その前に死んでたの。なんで母の話されてた、箸の話と言うの出ようかな。いや、しかも母が先に死んだ方がね、後で楽ちんだから。え、もし父が先に死んだらさ、母が全部お葬式とかやってさ、荷物片付けたりしなきゃいけない、めんどくさいじゃん。母が先に死んだら父が全部やることになって、母が楽ちん、父が絶対。でも母全部とかさ、でも大変だよ。天国大変だって、うん、いいの、シルバーいるか。うん、まあそうだね。じゃあシルバーと一緒にさ、ご飯でも食べに行ったの。そうね、ホテルのビュッフェとか行きたいわ。わー、いいな。温泉とかも行きたいわ。うん、うん、多分さ、周り人いないと思う。でもこんなあるじゃない、その地域では多分大丈夫。安心して行ってらっしゃい。行ってらっしゃいって帰ってこないけどね。うん、うん、帰っては来ないけど、次のステップに進むの。みんな小学校が終わったら中学校に行くように、人間生きてるの世界が終わったら死の世界に行くだけなの。ただの順番なの。で、死の世界が終わったらまた行く。終わるのかな、終わりがあるのか分かんないけど、終わりがあったら、またら次、次もう一回生まれ変わって、また赤ちゃんとして生まれて、そう、繰り返しに、そうそうそう、だからね、ちょっと離れ離れになってるだけだって言ってもね、うん、だから母は見守っている、うん、みんなもじゃあよく確認しよう。でもさ、死んでさ、また生き返るってなった時に、みんな同じ家には生まれないかもしれないでしょ。うん、バラバラかもしれないけど、もしさ、同じだったらすっごい。でも、もし違ってもそこでまたみんな家族で絆ができるから問題ないんじゃない。うん、何回も繰り返ししてるか、うん、そう、繰り返しするみたいな輪廻転生、そういう
人生を繰り返すよみたいなことは言葉だけど、四字熟語もあるからね。でもそれが本当かわかんない、うん、でもそういうふうに言ってるからね。そうなんじゃないの、わかんないけどね、そうだね。志村けんはもうどっかに生まれ変わっているかもしれない、赤ちゃんとして、うん、ギャーギャーってもう生まれてる子、うんうん、もしかしたらシロは善くんかもしれないし、シロは男の子になりたかったって言ったからちょうどいいんじゃない、やっぱり分かんないけどね、そういう感じなんだってきっと。今まで頑張ったのにさ、今さ赤ちゃんとして生まれてたらさ、可愛がってもらえるでしょ、みんなに人生をしてもらって、もしかしたらそれが善くんがシロバーだとして、そしたらめっちゃ私でも戦いがあって、母と思うよね、氷があってるから、だから別に死ぬってそう考えたらそんなに怖いことはないし。